願いします。大野さんのサッカー始めたきっかけをまず教えていただきたいんですけどね。サッカーは最初保育園の頃は K1 選手になりたくて、で K1 のやつばっかり見てたんですけど、んで保育園でなんか俺 K1 の中でもキックが好きだったから、そのキックに似たのってやっぱサッカーやったから、でボール保育園でボール蹴ってたらそれ楽しくてそのサッカー始めたみたいな感じですかね。ということは4歳とかですか。習い始めたのは小1だけど、多分サッカーに触れボールに触れ始めたのは5、6歳ぐらいだったんじゃないかな多分と思います。初めての試合の思い出とかありますか。なんか記憶とかってありますか。っていうのはそれはあの小学校の、はい、いやね、ないっすね全く覚えてないかな、うん、小学校の頃の記憶はあるっすけど、さすがに小学校初試合は覚えてないかもしれないっす。小学校入って、まあ、サッカーこう本格的にやり始めて初めてやったポジションってどこですか。これでもほら小学校の1、2年のサッカーってもうあの10人が集まって一つの球体になるじゃないですか。わかります。俗にお団子サッカーってやつなんですけどその状態になるので、その中ではそのお団子の中では結構ボランチ的なトップ下的なポジションやってたかもしれないです。結構ボールの中心にいたイメージあるんですね。常にボールに関わりたいタイプだったから、もうバーンってみんな当たりに行ってみたいな感じだった気がする。だからまあそうポジションで言ったらそのお団子の中のトップ下なのかな。一番最初にサッカーにハマったなって思った瞬間とか、ハマったな、サッカー好きだなと思った瞬間で、まず小学校の時の大会勝ち上がって県大会出場かけるか、やっぱトーナメントは楽しかったんでそれをみんなと なんか仲間たちと一緒のものを目指していくの俺は好きで、で小学校のそのトーナメント上がったタイミングと中学校で、の高間の宮っていうカップ戦があるんですけど、そこで、格上のチーム倒すのがすごい好きだったから、三菱終わってチーム倒した時と、あとは高校の時インターハイ出た時かで、その後はでも今は楽しいですね俺本当に。それは今のこの環境でみんなで一緒の目標に向かってなんかまっすぐサッカーできてるっていうのはすごい自分にとってもプラスだし、すごいサッカー楽しいなって純粋に感じてます。 K1 の道に行くと行ったらチームスポーツでみんなで一緒の目標に向かって走っていくってなかったかもしれないですね。いやそう本当にそう、でもまあかっこいいなって今でも思うんですけど、あのやっぱ個人スポーツも個人スポーツでかっこいいからね。ただまあそうですね、サッカーとかチームスポーツは やってみないとわからないものであったし、俺はそのやっぱみんなで同じ目標に向かってなんか大きな、まあなんかちょっと中二病みたいな発言になっちゃうけど、そのなんか強大な敵とか強大なものをなんかみんなで倒して一体となってやっていくみたいなのが本当に好きだから、それはサッカーでしか成し得ない感情なのかなっていうのは思います。生まれ変わってもサッカーやりますか。女の子だったらでもちょっと芸能界とか入ってみたいですけど芸能活動とか楽しそうだしやってみたいけど、男だったらサッカーやりたいですかねやっぱり。インスタグラムとかツイッターでプレゼントキャンペーンとかされたりとか、試合の終わった後のサポーターへの挨拶とかもすごい印象的なんですけど、しっかりこう一人一人の目を見てこうなんか感謝の思いを伝えてるのかなっていうような
雰囲気があるんですけど、はい、なんかそのファンサポーターとの関わり方でこう意識していくこととかありますか？そうですね、まあガンバヴェルディ愛媛ってやってきてで、まあすごいまあ、ここに来て改めてそのガンバ時代、ヴェルディ時代にすごい応援してくださってる方々への感謝はもちろんそのガンバ、ヴェルディ時代からもあったんですけど、そのまずその愛媛に来てまで応援してくださったり声かけてくださるサポーターの方々っていうのがすごい自分の中で感動したっていうか、すごい心強くて、なんかそのサッカー選手としての俺じゃなくて一人の人間としての山口達也っていう人間を応援してくれてるってことにすごいありがたみを感じて、逆にそれが俺のモチベーションにつながるしっていう感謝がやっぱここに来て改めて生まれたっていう点と、あとは俺はこの愛媛市の良さっていうか、その愛媛県の良さがその他の人たちよりこう家族感があるっていうか、絆が強いっていうか、だからみんながすごい一人一人の距離が短い、近い点がすごいいいなと思ってて、県として愛媛県としてで、愛媛市ももちろんそうだし、だからその県としての良さをチームに生かせって言ったら愛媛にしかない、愛媛にしかない良さが出せるチームになるなって俺は確信してるから、だから、まあ、話しながらやっちゃってますけど、そう試合の時もその、まあ、俺らはもちろん頑張って結果出すのはもちろん俺らだし、だけど試合を作っていくのは選手もそうだしコーチも監督スポンサーとかあとはまあいろいろ支持してくれてる人とか、あとはやっぱサポーターとか応援してくれてる人たちが一体となってやっぱ一つの試合ができるわけだから、それはやっぱ愛媛市の特にホームゲームではそういう雰囲気を作っていきたいなと思って、だから一人でも多く応援してもらえるように、そしてその応援してもらった一人がもっとより応援してもらえるようにっていうのを本当にこっち来て特に意識してやってます。その点がこう愛媛に来て一番自分の中で社会に対する姿勢だったりとかファンサポーターへの思いだったりとかっていうのが変わった部分の一番大きな部分。そうですね、別にそのどこがいいとかどこが悪いとかじゃなくて、単純にその自分の中の見え方とか自分の中ですごいまあ至らない点が過去にいっぱいあったっていうのを気づいて、ほんでもうその自分がどれだけ今までこういろんな人に支えてもらってて、その今プレーできてる環境っていうのはどれだけありがたいものなのかっていうのにも気づいてきて、まあまだ気づききれてない部分ももちろんいっぱいあると思うんですけど、でやっぱりそれ気づいた点は口に出していかないといけないし、もっと気づいてない人たちも気づいてっていっぱいそういう人たちが増えてったら FMSC の中にもね本当に素晴らしいものになるっていうか、もう愛媛にしかないっていうか日本に愛媛しかないいいチームになるって、これは、まあ、さっきも言ったけど確信してるから、それは愛媛に来ていろんな人に触れて感じたってとこもあるのかもしれないです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。深いですね。深く、全然深く話がね長くなっちゃうんだよね、なんかまとまらなくて、でももっとあと2時間ぐらいだったら話せないよね余裕で、 この話についてだいぶ俺の中で多分最大限省略してたのこの時間なのかなと思うんです。でも本当に本当にそう思うから、愛媛来てね、いい町だってずっと言ってるし、どこが悪いとか、大阪も超いい町だったし東京も超いい町だったけど、その、まあ、多分俺の
自分の中の受け取り方が変わったから、その街の良さであったりとか、その街に住む人の良さであったりとかに気づき始めてきて、でそしたらより愛媛のいいところばっかりがすごい見えるようになって、それが今こういう思いにつながってるのかなって思います。だからみんなで一丸となってって言ったらよく言うし、言葉は簡単かもしれないけど、まあ、本当の意味でみんな一丸となるってことはやっぱり、いい時だけじゃなくて悪い時もピッチの中でのね感情を共有して、で一緒に戦っていかないと絶対無理なんで、それは選手だけでもダメだと思ってるし、だから今開幕2戦して勝ちがなくて、まあなかなかサポーターとしてはそのもどかしい状況になってると思うけど、それはもう選手はもちろん感じてるし、そのサポーターに対しての申し訳ない思いもすごいあるんで、ただそこで、まあ、わがままになっちゃうかもしれないけど、一緒に戦ってほしいなって俺は思います。そしたらその思いとか言葉っていうのは伝わってくるし、別に厳しい言葉全然投げかけてもらって俺は構わないし、それは期待の裏返しだと思ってるから、むしろかけてほしいし、ただそのこういう時でも一緒に戦ってくれるサポーターのことを俺は忘れないし、みんなも忘れないし、こういう苦しい時が絶対長い目で見た時にいいクラブになっていくための礎に絶対なるんで、だから一緒にサポーターの方と戦ってくださいっていうのは本当にお願いです。よろしくお願いします。今後もありがとうございます。最高です。ありがとうございます。もう一回小学校時代の団子サッカーに戻る感じですね。みんなでそう本当にそうっすね。サッカーは違うけど、それをいやもうピッチの中だけじゃなくて、もうこうみんなスタジアムみんなが一つの団子となって戦うイメージ、ちょっと例えが下手だったけど、でも本当にそんなイメージですね。みんな戦ってくれてるんですけどね、ただこういう苦しい時でも変わらずにいてほしいっていう、まあ、勝たないといけないですけど、でもサポーターの方々の声とかは入ってますよ。俺エゴサーも好きだし、めっちゃ自分の名前とか調べたりするから、その他のやつがエゴサーなんて好きじゃないから、他のやつより情報入ってくるんですよね、いろんなね、この選手がオムがとかね、オム山口とか全てなんか俺で調べそうだなってやつとか全部調べたりするから、だからそうやね、いろんな人に多分情報入ってくるから、多分他の人よりサポーターの声が入ってきてると思うんだ。そういう声はできるだけ他の選手の人たちとかクラブにも伝えるようにしてるし、だから大丈夫っす、任せてください。でみんなで愛媛市を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。2時間ぐらい行きそうですね、マジで2時間ぐらい行きそう。まあ全然喋って足りない。何なんか説明みたいな、この人ファンキーモンキーベイビーズ流しながら、おいファンキーモンキーベイビーズ流してたやろ、脳内でコメント内ではまだ開幕してない、俺の中でまだ全然なんか17節目ぐらいのファンサポーター一緒になって、嘘熱いコメント、ね、まだ本当に最小限省略してこれっす、ああ今最大限もう短くずっとなんかあと一粒の涙でって流れてた。嘘。ネット甲子園とかで。それあと編集つけてもらう。あ、それちゃんとここはネット甲子園のインタビューやってんのかな。ネット甲子園の。負けた後に流れて。負ける方が先流れる。美しく見えるやつで、ね。結果出してってやつ。負ける方が先流れる。はいはいはい。ぐらいのコメント。